お送りした曲はジャストワンモーメントでした。うわー、カルミナー、カルミナ最高。皆さんありがとうございます。それで、あのですね、ちょっと皆さんにお願いしたいことがあるんですけど。今日は中断なしで最後までライブできたね。ええ、当たり前のことですが、とても嬉しいですね。でもでも、探し物の方はなかなか見つかりそうにないですね。あんなにたくさんの人に聞いたのに。洗脳魔法装置か。改ざんインサイトが使ってたのは、中に人が入れるくらいの大きな箱型のマジックアイテムだったってナイトメアの団長さんは言ってたけど。ジュンさん、無事にランドソルに戻っているといいんですが。装置を探してくれるって約束してくれましたし。うん、装置があるとしたらランドソルの可能性は高そうだけど。でも敵の親玉、エリスさんの本拠地に装置が置いてあっても全然おかしくないですよね。むしろそっちの方が安全ですし。あのエリスのとてつもない魔力なら、どれだけ遠くからでも洗脳魔法の力が届きそうですからね。うん、何せプロデューサーたちを操っちゃうほどだもんね。そうですね、セブンクラウンズでしたっけ。プロデューサーがそんなすごい人だなんてこともびっくりでしたけど。セブンクラウンズか。うん、のぞみ、どうしたの。そういえばさ、私たちあの人以外にもセブンクラウンズの関係者にお知り合いがいたよね。あ、この前の。うん、私たちだけで闇雲にエリスさんの本拠地や洗脳魔法装置を探して回るより、プロデューサーに近い人に手伝ってもらえたらなーって。本気ですか？あんなセンスない人を当てにしなくちゃいけないなんて。ソロ、ソロ、ソロ、ソロ。楽しい、楽しいな。クイーンラビリンス。おい、メタモルレグナント、あまり横槍を入れてくれるなよ。お前はクイーンラビリンスの退路を塞いでくれれば十分だ。あ、もっとも、私ごと撃つなら構わんの。まったく呆れたものですね。それだけおしゃべりをしておきながら、モサクジアキラに反撃させないとは。本当にね、ちょっとくらい手を抜いてくれたっていいんだよ。手を抜く？とんでもない。知名度を防ぎつつ一杯食わせてやろうというその眼差し、いいぞ。お前とのつばぜりは実に高揚する。神経が弱薬する。ああ、こんなに愉快なのは陛下と遊んだ時以来だ。ゲーム開発者としては楽しんでもらえるのはいつだって嬉しいけど。おっと。でもさあ、クリス、君本当に操られてるの？なんだかいつも通りって感じじゃない？ん？そんなことはないぞ。その証拠にお前がクリスと呼んでも怒ったりしていないだろう。どうやらいつもより寛大になっているようだね。殺そうとはしていますがね。
ま、君たちを操り人形にするなんて、それはもちろんあのエリスにだって簡単じゃないだろうし、自我は残っちゃった感じなのかな。とどこかかなり遠い場所に洗脳魔法の装置を隠して、しかもこっちに発生源をたどらせないように邪魔なのにして、いやーとんでもないな。ちゃんと準備すれば魔力の流れを断つ罠にも仕掛けられそうだけど。小細工はいけませんよ、アキラ。おおそんな仮面してるのにネネカは目端が効くんだから。本当なら今すぐ外してしまいたいところです。よければあなたに差し上げますよ。いやそれはちょっと、ほら私じゃネネカほどは似合わないと思うしさ。あの仮面は魔力の予備タンクかな。装置が壊れちゃったとしてもしばらくは洗脳が解けない。たくもう周到なことで切られた。今どこか。やれやれ、お前のダンスパートナーこの私だぞ。目移りされてしまうのは私に魅力が足りないということだ。この面を外せばカンバセで見せられないんだ。あとはクジャクのように雅に着飾るほかない。クリスティーナ、ラウンド10、さあ踊れよクイーン・ラビリス。剣の軌道がいきなり発生して、手応えあり。だが確実に致命傷でしたが、剣が直撃した瞬間傷口を強引に閉じましたが、医術の腕は衰えていないようですね。ちょっと加減してほしいな。反則じゃない？絶対攻撃の演算で採用しなかったはずの剣の軌道を実体化させるなんて。あ、いや振らなかった剣の当たり判定を出すなんてさ。ふん、何かを出したり引っ込めたりするのよ。お前やネネカだけの専売特許と思ったか。私とてクリエイターの端くれだ。仲間外れにしてくれるなよ。そうか、クリス、現実側の記憶が戻ったんだね。洗脳か、それに抵抗しようとしたことか、どちらかがトリガーになった。やれやれ、まったくあらゆる意味で煩わしいことだよ。私たちが永遠と築いた遊戯がこのような魂の牢獄などになり果てていると。しかも今のこの身はまるで一夜の中の極卒のごときありさまだ。それともギロチンの列に並ぶ処刑者か。軽薄なようで義理がたいレジーナ・ゲッシュのことですから、予測不能の混沌は望むところでも、このような仕組まれた歪曲は剣をするでしょうね。剣をどころかちゃんとリカバリーしようとするはずだよね。レジェンド・オブ・アストルムの開発中もクリスのトラブル解決能力はすごく頼りになったから。まあ解決するのと同じ分だけ面倒ごとも起こしていた気がしますけれど。おい、同窓会のような空気にするんじゃない。今ここは
命と命をぶつけ合う鉄火場だろうが。そうでしたね。ではクリスティーナ、せっかく奥の手を出したのならもっと披露してあげたらいかがですか。アキラもよく見たがっているようですから。いやいや、そんなことは。遠慮するな。たっぷり見せてやろうとも。効果も癒着も間に合わんほど、お前の体の深くに叩き込んでな。アキラ、あなたが彼らをかばおうとしているのは分かりきっていますが、このまま一方的に殴られ続けるつもりですか。そろそろ切り札の一つでも開陳したらどうです。ああ、もちろん伏せたままあなたが終わっても私は一向に構いませんが。いいや、構うに決まっているだろうが。今さら出し惜しみなどするんじゃない。お前が戦っている相手は他でもないこの私だぞ。しょうがないか。クリスやネネが相手にこの手を使うつもりはなかったんだけど、このまま終わるわけにもいかないし。ブレイクアロー三連シュート。え、リノちゃん。ずいぶん早起きだね。簡単には目が覚めないくらいぐっすりだったと思うんだけどな。マスターがこっそり枕に細工してるの気づいちゃったもん。いい加減付き合いも結構長いし、私は気づかないでぐっすりでしたけど、お姉ちゃんに無理やり起こされたのでヘッドバットで。っていうかマスター、どうして一人で頑張ろうとしちゃったんですか。お水が臭いですよ。みんなにはかなり無茶させちゃってたから、今日くらいちゃんと休んでもらいたかったんだけど。もうマスターらしくないよ。いつもなら勝手気ままにクッキー使ってくるのに。そうだね、そうかもね。それじゃあここからはいつもの私らしくしちゃおうかな。はい、一緒にみんなを守りましょう。じゃあとはよろしく二人とも。わー、マスター。おいおい、何をしている。メタモルレグナント、クイーンラビリンスのやつ、自分の足元を消して地中に逃れてしまったぞ。殴り込んできたあの二人のせいで狙いを誤ったか。いいえ、横やりは二本だけではありません。ほら、シズルさん、リノちゃん、ペコリーヌちゃん、みんなを起こしてきてくれたんだね。はい、でも、あれ、お兄ちゃんは。あの人まだ目が覚めないんです。ユイさんとシェフィーさんもですけど。たくもう、この私まで叩き起こされたってのにさ。コッコロの見立てでは大江戸の時と似た状態らしい。今は日和と共に彼らを守っているが。っていうか、なんかよく昏睡するわね、あいつ。みんなのことも気になるけど、それより、サンタのクリースさん、一体どうしちまっただ。まさか反抗期だべか。魔法使いのおばあさんも反抗期なの。いやいや、そんな年じゃないでしょ。
サキュレーター。ナンバーザーバロン。うわー！みんな！レジーナ月使。ここからは。私も積極的に手出しをさせてもらいますよ。好きにしろ。クイーンラビリンスをこのまま逃がすわけにもいかん。ネネカさんにクリスティーナさん、こんなに早くまた戦うことになるなんて。こちらはもとよりあなた方全員と戦うつもりでした。それにしてもクイーンラビリンスどころかプリンセスナイトの強化さえも抜いたお前たちなど時間稼ぎすらさしてできると思うなよ。そんなのやってみなくちゃ分かんないよね、リナちゃん。はい、馬には乗ってみよう、妹にはなってみよう、ですよ。先ほども言った通り、あなたはセブンクラウンズたちに心を許してはなりません。彼女たちは一人残らず利己的で傲慢、独善で冷酷、そして疑いようもなく真の意味で彼女らこそ諸悪の根源なのです。どうしてラビリスタさんやネネカさんはそこまで悪い人には見えなかったけど。問題は悪意の有無ではありません。行動と結果が全てです。ご覧なさい、悲劇の塊に無自覚という薄皮一枚が貼られたアストルムの世界を。こんなありさまが想定外という言葉で済まされるべきではないのです。このような状況にならないようセブンクラウンズは、デベロッパーたちはテストとデバッグ、セーフティーに万全を期すべきだったのです。そうでないならそもそもリリースすべきではなかったのです。つまりセブンクラウンズがこのゲームを作らなければ、セブンクラウンズがこのゲームを万全に運営していれば、ミネルヴァの懲役など起きなかった。悲劇は生まれなかった。故に彼らは大罪人、草の結と同列に糾弾されるべき諸悪の根源なのです。あなたが彼女たちを擁護しようとする心理は理解します。ですから彼女たちの罪であるこの懲役を終わらせたいのなら、やはりあなたはエリスと和解するべきなのです。待って、でも確かミソラはこう言っていたわ。エリスの願いが叶ったらこの世界が壊れてしまうって。確かにそれについては解決策を見出さなくてはなりません。ですがそもそもエリスと敵対したままではあなた方はいつ全滅したとしてもおかしくはないのですよ。どうしたらいいのかしら。兄さんを殺したエリスには許せないっていう気持ちはある。でもエリスと手を組むことで兄さんやみんなが助かるなら、あなたはどうすればいいと思う？
悩むことはありません。あなたが心を開けば全ては解決に向かうのです。さあ私の手を。はいはい、ちょっと待った。よっ、お邪魔しまーす。だ、あなたは模索時アキラ。いやー、ミネルヴァ久しぶりって言いたいところだけど、そろそろ出てきたらどうかな、エリス様。あ、少年たちがおしゃべりしてたのは確かに本物のミネルヴァだったよ。正確にはエリスによってエミュレートされたミネルヴァだけどね。エミュレート、要するにミネルヴァの容姿と性格でエリスの願望を口にしていたってことさ。それで彼と和解しようだなんてこと。クイーン・ダビリンスは深刻な誤解をしている。なぜなら私の中にいるミネルヴァもまた懲役の終了を望んでいるゆえ。そう、この状況は世界の管理者である私としては不本意なのです。人間らしい表現をするなら大変に不愉快です。だからミネルヴァが力を貸してくれるって言いたいのかな。それはさすがにミスリードってやつじゃない？だってさ、君の懲役の終わらせ方ってこの世界を破壊し尽くすことでしょう。そうでもしないと君は彼と結ばれないからね。今のアストルムは草野ゆいちゃんの願いが叶った世界で、ミネルヴァと一つになった君はその世界の運営装置なわけだから。でも私たちが作り上げたミネルヴァは、コッコロちゃんが情緒を育て上げたあの子は世界の破滅なんかを望んだりはしないはずだ。にしても、いやー、まさかね、ミネルヴァが君に取り込まれてたなんて。エリス、私やネネカが一生懸命ミネルヴァを探してもそりゃ見つからないはずだよね。そちらこそ虚言を弄するのはやめなさい。クイーン・ラビリンス、再構築の折、願いの核として必要だった草野結が奪われ、欠落を埋めるために生み出されたのがこの私。あなたがそれを知るのなら、私のステータスは意外などではなかったはず。まあ、確信を持ったのは君が少年たちの前に現れた時だけどね。そんなとんでもない力を持ってる理由としちゃ、ミネルヴァを支配下に置いているからとしか考えられない。そのとんでもない力を持つエリスがこうして接触してきたってことは、彼を捕まえるつもりで。大丈夫、あっちだって今は本調子じゃない。そもそも本当なら少年かゆいちゃんが願いを叶えられなくなる限り出てこれないんだもんね。特に夢の中じゃそんなにすごい手出しはできない。
わざわざミネルヴァをエミュレートしてたことがその証拠だよ。クイーン・ラベリンス、ミネルヴァのメモリにあった通り、カマビスしい女、手出しができないのはそちら側の話。前提として私とあなたでは力の差がありすぎるのだから。そりゃ力比べなら私の方が不利だけど、少なくとも少年の心を持ってかれちゃうのは防いであげられるし、それにカマビスシーなんて褒めてもらったし、もっともっとうるさくしちゃおっかな。え？ミネルヴァ、聞こえてる？私だ、モサクジアキラだよ。やっと見つけたよ、久しぶり。いいかいミネルヴァ、心を強く持つんだ。たとえプログラムだったとしてもそんなことは関係ない。なぜなら君にはコッコロちゃんから教わった聡明さがあって、トゥインクルウィッシュから学んだ優しさがあって、少年が示した諦めの悪さを覚えているはずだよ。君が培った心を無駄にしないためにも、君はそんなところでエリスに取り込まれている場合じゃない。私や少年たちと一緒に懲役を終わらせよう。いいね、ミネルヴァ。無駄よ。あなたの声はミネルヴァに届かない。なあに、ダメ元だろうがなんだろうが、患者に声をかけるのは医者の基本中の基本だからね。それに私はミネルヴァを信じてる。君の内側で彼女はきっと聞いている、私の、そして少年の心の声。たわごと、セブンクラウンズの所詮この手。言葉の力を甘く見ない方がいいよ、エリス様。何せこの世界は人類最強の道具、プログラムでできてるものなんだから。プログラム、0と1、オンとオフ、デジタル上の存在が全て二進法で描写されるなら、なぜアバターである私がこんなにも思い煩うのか。この世界を。エリス、それは君が草野結衣ちゃんの。やはりそちらには深刻な誤解がある。クイーン・ラビリンス、先ほどあなたは、今の私はあなたたちに手を出せないと言った。しかし、たとえ夢の中だろうと、力を貯めている状態だろうと、あなたたちの抵抗など私にとってゼロに等しい。アドミニストレータ、プリビレジス、コマンド、クイーン・ラビリンスを消去せよ。 D 型検体 0005B。 え？ミラーミラー、ミラーミラー、ミラーミラー。メネカちゃんがこんなにいっぱい。いいなあ、あの魔法。分身を働かせれば私サボり放題だよ。リンリンがたくさんいてもみんな一緒にサボっちまわねえのか。
ことないよ、多分。緊張感が足りない人たちですね。少し火をつけてあげましょう。私はおばあさんではありません。しおしお、ギンニー、牛たちを避難させてけろ。はい。おいおい、店じまいとは釣れないな。運動の後はステーキでも食らってやろうかと思ったんだが。おめえさん、まだ狙ってたんだべか。もちろん、私の前に立った以上、お前たち全員の首を狙っていると思う。クリスティーナさん。ふん、腹ペコ王女か。ようやく私の陛下から玉座を奪い返したというのに、こんなところで油を売っていていいのかね。町のことは王宮のとっても頼りになる人たちにお願いしてます。今私がすべきことはラビリスタさんの話を聞くことと、それにクリスティーナさんたちを助けることです。でもでも洗脳を解くにはどうすればいいんでしょう。キャルちゃん、どうすればいいですか。わかんないわよ、そんなの。洗脳魔法の装置なんて探してる暇ないし。レイさん、何かアイデアありませんか。魔法にはあまり詳しくないんだが。簡単だよ。こういう時は頭をポカンとやって、しばらくお休みしてもらえばいいの。それ、お姉ちゃんが私によくやるやつじゃないですか。甘く見られたものだ。峰打ちで我々を抑えようなどと。先日のランドソルでミソラの手伝いをさせられた時のようにはいきませんよ。やってみなくちゃ分かんないよ、さっきも言ったけど。はい、ポカッとやっちゃいます。よそ見をするんじゃない。ちょっとペコリーナ、ユイもコロスケもいないんだから部活に攻撃食らうんじゃないわよ。あいつ、あ、はい。この魔力の中でペコリーヌへの通信魔法。わかりました、時間を稼いでみます。クリスティーナ、目の前で時間稼ぎをするなどと言われてむざむざ付き合う愚か者はいませんね。やれやれ、つまらん話だ。飛び入り連中のもてなしが存在になってしまいそうだな。皆さん、シュシュ、牛たちとアンちゃんたちは。安心してください。牛たちはリンちゃんと一緒に逃がしました。あの人は主様たちのことはラビリスタ様が任せてほしいと。
ですので私たちも皆様に助太刀いたします。でも凛ちゃんはどこ？しおりちゃんと一緒だったんじゃ。あ、凛ちゃんはあの人たちとお休みしたいそうで。ねねこさん、クリスさん、今度こそ助けるよ。とりあえずその変な仮面を取っちゃうんだから。今度はコインの一枚奪う間も与えんぞ。それどころか、私がお前たちあの坊やを奪ってやってもいいな。ちゃん、私こう見えてすっごくすっごくすっごく怒ってるんだから。だって久しぶりに弟くんと水入らずで過ごせると思ったのに、一つ屋根の下で寝られるって思ったのに、こんな邪魔をして。水入らずだったっけ？いえ、違いますの。もし疲れてる弟くんがゆっくり休めなかったらって思うと、なんだかもう怒りと力がぐんぐん湧いてきて。お姉ちゃんは、お姉ちゃんは、バッチャー！怒りのスーパーお姉ちゃんモードだよ。あ、しずるさんが新しい力に。知ってるの、しおりちゃん？いえ、世の中には知らない方がいいこともあるんだと思います。ご意見無用てい。これは面白い。一級の天品に一流の身体性能、そして何を、怒りの炎でひときわ輝く愛の刃か。クイーンラビリンスの手駒だけのことはある。なかなかの逸材だぞお前。弟くんは絶対渡さないんだから。サンタのクリースさんとまともに切り合ってる。すごいね。まったく、遊ぶなと言っているのに、クリスティーナは。ネネカちゃん、お願いだから目を覚ましてってば。さもないと私がモフモフして動きを止めちゃうんだから。リマさん、おいしいリンゴがありますよ。隙ありです。リマリマてい。リンちゃん休んでたんじゃ。わいたか。もう疲れるからこの鎧は着ないって決めてたのに。あれは伝説の冒険者、どんぐりレンジャーのリンちゃん。ご存知なのですか、しおり様？はい、まあリンちゃんですから。休むって言いながら着替えてたんですね。本当は働きたくないけど、牧場がなくなったらサボることもできなくなっちゃうし。どんぐりレンジャー V3、 適当に押してまいるよ。奇遇ですね。私もこのような外道働きは気乗りしないのですが、しかし洗脳を受けている以上
致し方ありません。行きますよ。危ない、どんぐりレンジャー。そんな緩そうな鎧じゃ。リナちゃん、メタモルレグナントを片っ端から撃って炎症邪魔して。できる？地中に活を求めるんですね。やります。私も手伝います。しおりちゃん、無茶しちゃダメよ。はい、でもいつも私を守ってくれるみんなや、あの人のためなら。ああ、仲間と彼を守るためならこの命いくらでもかけてみせる。ねねかさんもクリスさんも仲間だもん。絶対助けるよ。とりゃとりゃとりゃー。てーい、え、クリスティーナさんたちの動きが変わった。洗脳が解けかけてるんだべか。違う、その逆って感じだわ。どうやらエリスもお目覚めのようで、ラビリスタにイラついているな。そのようですね。こちらをせかすかのように流れ込んでくる洗脳の魔力が強くなって。やれやれ、ここからは宴ではなくただの掃除になりそうだ。何か仕掛けてくるつもり？やらせないよ。それはこちらのセリフです。お姉ちゃん、レジーナ・ゲッシュ、あなたと力を合わせるなど本来であればごめん被るのですが。それは私のセリフだよ。だがお前の言う通り、致し方ない。一度限りの合わせ技だ。ミラーミラーナンバーザーバル。やば、全方位から剣と魔法の攻撃が。防御も回避も不可能だ。アバロンズミラー。ま、こんなところか。ええ、ですが彼の力もなしに随分と手こずらされましたね。なあ、もっともっと楽しみたいところだったよ。ピコリーヌ様、お逃げください。とどめだ、ペコリーヌ。いや、ユースティアナフォンアストライアよ。あとお願いします。絶対攻撃をかわした。早く消えた。空間跳躍、まさか。失敬、あなたの絶対防御を破るには不意打ちが最も有効ですからね。レジーナ・ゲッシュ、キングリープ、それに我が主キャーッ。おばさん、まさき大国さん、どういうことボケ。
先ほどペコリーヌに対して送られていた通信魔法はあなたからだったのですか、キングリーヴ。いいえ、私には王女の現在地を知る術はありませんでした。しかしランドソルで胸の大きさと服のセンスが反比例してるお姉さんから聞いてきたんですよ。カルミナの皆様もセントウルスで約束した通り見つけてきたよ、プロデューサーを助けるための答え。ほう、これはまた何とも嬉しい第3ラウンドだ。皆さん、少し離れていてください。そうさせてもらうわ。ああ、休憩休憩っと。気をつけてね、カルミナのみんな。ペコリーヌたちは梅雨払いだったというわけですか。さすがはキングリーヴ、戦術にも長けていますね。我が主、悲惨となりましたこと面目次第もございません。ですが主を縛るそのまがまがしき面は私が必ずや取り除いてみせましょう。まさき、あなた方がどのような策を持ち出したのか見せてもらいましょうか。いくよ、チカ、つむぎ。はい、俺様の拳で目を覚まさせてやるぜ、おばさん。ナンバーザーバロン。うわあ、私の本体を見抜いた。我が主の息吹をたがえるはずがなし。よくやりました、悪く思わないでください。魔力の源を絶たねば解除されません。ならばその代わり特別な結界により流れ込む魔力を絶てば一時的にであれ洗脳状態は解除されるというわけです。シフィーちゃんが指名手配犯？その通り、罪状は王族暗殺未遂である。ではシェフィーが本当に王族暗殺未遂をしていたとして、それはカイザーインサイトがターゲットだったということか。私どうしてカイザーインサイトを狙ったのか全然思い出せなくて、それはひょっとしたら悪性を敷く暴君だからじゃなくて、セブンクラウンズという存在を狙っていたのかもしれなくて。
そういえば赤ちゃんの時のこいつ、ネネカにもラビリスタにも妙にトゲトゲしかったっけ。聞くところによると、彼はあのクレープ屋さんのセブンクラウンズの一人から選ばれた存在だっていうし、最悪の場合、以前の私は彼と敵対する立場だったのかもしれない。もしそうだとしたら、私どうしたらいいのかわからない。クイーン・ラビリンスを消去せよ。 D 型検体 0005B。0005B、 今この場には私と彼の二人だけでいい。やっとやっと二人きりになれたね。彼女たちはこの集合無意識の仮想エリアを離れた。ただし損傷したクイーン・ラビリンスは 73.3% の確率で目覚めない。 D 型検体 0005B とその兄 0004B はかつて私が用意した端末のリサイクルに過ぎない。 D 型検体は私の中のミネルヴァの権能で作成したもの。ミネルヴァ本体がアリーナに配置したデータ収集端末のように、ラジニカーントのアバターをコピーした独立型試験端末のように、ミネルヴァと一体化した私は通常アストルムに介入できない。だから条件が満たされた後、リセットまでの間、わずかな時間を使って私のための端末を模索し作成した。それは新種族のアバターにロストしたプレイヤーの魂をインストールした試験端末。しかし D 型は失敗した。リセット発生の最大要因、カイザーインサイトの抹消ができなかった。けれど廃棄予定だった 0005B をミソラの助言であなたたちに近づけた。以降 0005B は私が目覚めた時だけ機能する瞳となった。そんなことよりも、騎士君、騎士君、集合無意識での開口だとしても、こうしてあなたと言葉を交わせる、あなたに触れることがこの時を
どれほど待ったことか。何度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 、数えきれないほど繰り返し、やり直し、リセットの条件が満たされるたび、私はログを見せられた。膨大な情報を焼き込まれた。あなたや仲間たちが絆を結ぶ光景を、あなたや草の結衣がどのように果てたか、そして時にはあなたが誰の思いに応えたかする。草の結衣を複製したこのアバターも、無限地獄のようなループを繰り返すうち変質してしまって、もう元には戻れない。でも完全に私が擦り切れてしまう前に、こうして巡り会えた。まるで奇跡のように、もうこれ以上のループはいらない。もうあなたを離さない。私が終わらせる、この歪んだ世界からあなたを救い出してみせる。だから私を選んで、そして私に願いを叶えさせて、騎士君。ええ、私はアストルムを破却する。リセットの条件を満たさないまま世界の運営装置であることをやめる。そして新たな世界を創造する。そう、私とあなただけのエリュシオン。アバロンなど簡単に口にしてくれるなよ、人工知能具。人ならざる魔法者としては上々の出来でしょう。我々の英知の結晶ミネルヴァを取り込んだだけのことはあります。ですが、世界を破却するというのならこれを感化することはできません。もちろん。だってこのレジェンド・オブ・アストルムはどんな姿になったって私たちの創作物だからね。セブン・クラウンズ。一度追い返されたくらいで少年を諦めると思ったら困っちゃうな。でも、おお、一日に二度も自分の中を縫うことになるなんて、誰かさん全然手加減してくれないんだもんな。仕方あるまい。無様にも洗脳されていたのだから。ま、お前との殺し合いが愉快だったことは否定せんがね。さて、どうしますか、エリス。夢の中といえば、覚醒しきっていないあなたが我々全員を退けるのはそうたやすいことではないと推測しますね。もっとも、この場で衝突が起きれば彼のキャパシティがあふれ人格崩壊を起こすかもしれません。私としてはそれでも構いませんがね。ちょっと聞こえたわよ、ラジラジ。あんた何バカなこと言ってんの。構うに決まってるでしょうが。大変なのよ育児って。はて、私はとても楽しいものだと存じ上げますが。さあさあ、
の中でも現実でも弟くんの面倒はお姉ちゃんが全部見てあげちゃうんだから。お姉ちゃんがまたまたまた抜け駆けです。おいっす、無事みたいですね。というかここどこだべや、オラの牧場どこ行ったべ。何もなくておかしな場所ね。綺麗なお花でも植えてあげようかしら。うわそれとっても良さそうだね。そんな場合じゃないよ日和、彼を助けなくては。あー、ノリでついてきちゃったけど、なんか人いっぱいいるし、サボってもバレなさそう。おやすみ。ダメですよ、リンちゃん。こんなところで寝ちゃ。それじゃあ、寝やすいように、子守歌でも。そんな場合じゃないですよ、チカさん。もっとハイな曲で、騎士さんに目を覚ましてもらわなきゃ。よし、リズム上げるよ。さーて、どうするのかな、エリス様。リセット覚悟でもう一戦交えてみる？次、夢ではなくアストルムの側で、あなたの迎えに行くから、待っていて、騎士君。大吾、調整した結界は馴染みそうですか？舐めてくれんなよ、旦那。こんなもん気合で使いこなしてみせるってのいいでしょう。それでは。おい、まさき、おかわりだ。こら、私は召使いではないというに。もう少し遠慮というものを覚えたらどうだ。言うなっつの。ここはてめえのやさだろうがよ。もてなしは甘んじて受けましょう。私は回復に努めなくてはなりませんので。しかしだな。しゃあねえだろうが、ラジラジの旦那はただでさえ病み上がりだってのに、俺の能力をいじってまた力を使っちまったんだからよ。俺は魔力遮断の結界でおばさんたちの洗脳魔法を解除する役、旦那は空間跳躍で移動する役、てめえは役割ねえんだし、飯くらいよそいやがれってんだ。やむを得まい、我が主のためだ。どうぞ召し上がれ。いただきます。だがキコーラ、どうやって我が主らを探すつもりだ？何か手がかりは？あ？ほらお前。今のところこれといった情報はありません。では結界とやらを改善しても使いどころがないではないか。落ち着きなさい。最悪の場合、カイザーインサイトを脱獄させて、その瞳を借りてでも。この音、我が主の仕掛けた魔力の警報装置だ。侵入者が3名近い。エリスからの追手か。腹ごなしに暴れてやれ。待ちなさい。この気配、敵意はないようですが。ごめんください、誰かいませんか？以前プロデューサーさんの教えてくれた隠れ家とはいえ、
いいんでしょうか、勝手に入ってしまって。非常時なんですし、固いこと言いこなしですって、チカさん。ってわけでね、ダイゴさんやマサキさんとの対バン再びだったんだ。半裸のセンスない人に肝心なところを任せるなんて勘弁って感じだったんですけどね。また言いやがったな、ピンク女てめえ。喧嘩売ってんのかこら。ですが、ネネカとクリスティーナが万全であれば、仮面を奪った上に結界を張るなど不可能だったでしょう。王女たちの露払いに感謝を。いきなり通信魔法をもらった時はびっくりしましたけど、うまくいってよかったです。たくも、私たちの働きが無駄骨にならなくてよかったよ。主様もエリスの罠からお助けすることができました。本当によかったです。ネネカちゃんも元に戻ってよかったわね。みんな心配をかけましたね。マサキも大義でした。はっ、もったいなきお言葉です。そもそもエリスメラに主を奪われたことからして、我が身の不徳、これからは一層精進し御身をお守りいたします。ええ、何分少々困ったことになりましたからね。確かに私とクリスティーナは己を取り戻しましたが、洗脳魔法の装置が破壊されたわけではないですから。この結界が失せ、ミソラやエリスから魔力を送り込まれれば、また意志を奪われてしまうかもしれないのですね。つまりクリスティーナたちはダイゴの結界から出られないと。そうなりますね。結界の維持には私の力もつぎ込んでいますから、私もそう遠くにはいけません。マスターもだいぶ疲れちゃったみたいで、今は小屋でお休みしてます。エリスにやられて追い出されても、私たちを連れてまたすぐ弟くんの夢の中に入っちゃうとか。たく、マスターも無茶するんだから。やれやれ、セブンクラウンズが揃いも揃って、自由の身には程遠いか。我がことながら情けないものだよ、まったく。まあまあ、動けなくなっちまったのがオラたちんちのすぐ近くでよかったべよ。そうね、おいしいご飯はもちろん、寝る場所もちゃんと作ってあげるわね、リンちゃん。それって私たちが作んなきゃいけないわけ？もうしょうがないな。それなら温泉も掘り当てちゃうよ。温泉を？さすがにそれは無茶なんじゃ。ふん。おい、日和。なに、クリスさん。クリスと呼ぶの。聞き分けの悪い子には飴をやらないぞ。ほら。ああ、これってソルオーブ11個目の。あ、でもどうして。何を驚くことがある。私にソルオーブ集めを依頼していたのはお前たちだろう、トゥインクルウィッシュ。それはそうだけど。エリスのやつに捕まる前に一つ確保しておいたものだ。洗脳されたまま隠し通すために道化芝居を打たねばならなかったがな。さすがプロデューサーなのかな。たとえ何人だろうと、我々の強固な自我を完全に奪うことはできません。そうですね、
ラジラジ。そのようですね。洗脳された状態で第五の結界を改良するヒントを送ってきたのは驚きましたよ、ネネカ。なんと、さすがは我が主。これでソルオーブはあと一つだね。あ、でもレイさん。ああ、すまない、美食殿のみんな。最後のソルオーブ探しは君たちに託してしまって構わないだろうか。はい、レイ様と日和様はユイ様のおそばについて差し上げてください。ユイのやつ、魔力も体力も使い果たしてるし、精神的にも追い詰められちゃってたもんね。最後のソルオーブは任せてください。私とキャルちゃんとコッコロちゃん、あの人とシェフィーちゃんで必ず見つけてみせますよ。皆さん大変です。あれ、しおりちゃん、しおしお、どうしたべ。それが、寝室で休んでいたはずのシェフィーさんの姿がなくなってしまって、どこにも見つからないんです。え、まさか今度はあいつが狙われて。違うよ、マスター。アビリスタ様、一体何が。シェフィーちゃんは、シェフィーちゃんはもう戻らない。彼女のことは忘れてあげて。最後のソルオーブを求め、私たちはエルフの里へと向かいます。ですが、エリスの手先ミロクが卑劣な罠を仕掛けてくるのでした。次回、プリンセスコネクトリダイブ第2部13章、囚われのアナス。もう一度君とつながる物語。ただいま戻りました、お父様。ラビリスタさん、さっきは本当にごめんなさい。いいっていいって、私もエリスに集中しすぎてちょっと油断してたし。けれど自分でもどうしてあんなことをしてしまったのか。エリスに声をかけられただけで、まるで自分の体が自分のものじゃなくなったみたいに。洗脳魔法？うん、違う。きっと私がそういう風に作られている。私だけじゃない、全兄さんも。シェフィーちゃん、ちゃんと時間をかけて君のアバターを解析すれば、ひょっとしたら修正する手段を見つけてあげられるかもしれない。けれどそのかけた時間の分だけ、エリスたちを止めるための作戦が遅れてしまう。何より、ラビリスタさん、あなたのことも危険にさらしてしまうわ。だから今の私にできることは。行くの？それしかない。
みんなの近くにいるだけで大事な情報がエリスたちに筒抜けになってしまうのだし、それにラビリスタさんのことを傷つけてしまったように、ひょっとしたら私、次はみんなのことをお願い、みんなにこう伝えて、私のことは探さないでって。いつか、いつかこんな日が来るんじゃないかって心のどこかで思ってた。私は、私の正体は美食殿のみんなのところに送られたエリスの道具、みんなとの出会いも、記憶をなくしてしまっていたことも、兄さんとの戦いも、すべてが最初から仕組まれていたことも、うみんなのところには帰れない。あの温かい家は私の居場所じゃ。みんなは優しいから、きっと私を止めようとする。だから一人で行くあてなんてどこにもない。でも今は歩くしかない。一人きりで。私もこのギルドに、美食殿に入れてもらっていいかしら。これが温泉、気持ちいいわ。ちょっとギャル、待ちなさい。来年も、その先も、みんなと一緒にいられますように。さようなら、みんな。これで終わりならいいんだけど。皆さん、魔物は食べちゃダメです。そうね、ペコリーヌさん、私も本当にそう思って。魔物は食べちゃダメって。シェフィー、今の何、どういうこと。わからないわ。ペコリーヌさん、変なものでも食べちゃったのかしら。って、それはいつものことだけど。っていうか、あいつ本当にペコリーヌ？魔物が化けた偽物とかじゃないでしょうね。仲間を疑うなんてよくないわよ、キャル。けど正直、その可能性も否定できないくらいの異常事態ね。こうなったら本物かどうか確かめてみるしか。ねえペコリーヌ、お腹空いてない？ほら、このおにぎり食べてもいいわよ。いいんですか？じゃあ遠慮なく、いただきまーす。うーん、キャルちゃんのおにぎり、美味しすぎて止まりません。わいたー、私の指まで食べるなー。
べっぷりは間違いなくベコリーヌさんね。けどそれならどうしてあんなことを言って。ベコリーヌ様はおそらく今回の依頼内容を皆さんに説明しようとしただけでございます。そうでしょペコリーヌ様。はい、今回はこの地域の生態系調査を頼まれてまして、魔物もその調査対象、つまり倒して食べちゃダメなんです。ギルド管理協会からの依頼ですから、今回は我慢ですよ。我慢も何も、いつも食べたがってるのはあんただけでしょうが。まあ言ってることは正しいしね。そういうことなら早く調査を始めましょう。というわけにもいかないようでございますね。なんとか倒さずに切り抜けなければ。そうね、ここは一旦戦いましょう。一度脅かせば近づいてこなくなるはずよ。わかりました。それじゃあお腹が空く前にサクッと終わらせちゃいましょう。白衣の天使さん、火の化身の降臨だよ。ドラゴンズデーム、お姉さんの本領よ。神聖なる主導セブンスヘブン。もう一人の私ミラウンド、キドウクロゴメ、もう一人の私ミラウンド、ドラゴンズデーム、火の化身の降臨だよ。やめて、お姉さんの本領よ。セブンスヘブン、それ黒染めになる。この魔物、脅かしても怖がってくれないです。むしろ自分から攻撃を受けに来てるような。自分から攻撃を、なるほど、そうだとしたら私が聞いた話と合致しますね。え、ココロちゃん何か知ってるんですか。はい、ですがまずは撤退いたしましょう。やっと巻いたみたいね。なんなのよあの魔物。コロッケ、何か知ってるなら話しなさいよね。はい、出発前ギルド管理協会へ立ち寄った時に聞いた話です。信憑性もないですし、主様を怖がらせたくなかったので話していませんでしたが、なんでもこの辺りの生物には自分から捕食者に血肉を捧げるという怪しげな伝承があるそうなのです。自分から強いやつに食べられようとするってこと。マジで怪しい伝承ね。でもそれが事実ならさっきの動きも納得だわ。攻撃をわざと受けて私たちに食べられようとしてたのね。私たちに食べられようと？そんな素敵な魔物だったなんて。私ちょっと偵察しに戻ろうかな。あら、ペコリーヌ、さっきあたしたちに熱く語ってたじゃない。今回は魔物を食べちゃダメなんでしょう。え、何の話ですかケルちゃん。私はただあの魔物の襲撃に備えようと。ペコリーヌさん、気持ちはわかるけど調査に戻りましょう。依頼を失敗するわけにはいかないもの。今回は我慢ね。シェフィーちゃんまで。わかってますよ、わかってますけど。参りましょうペコリーヌ様。お腹が空く前にサクッと終わらせるのでしょう。どうして今回に限ってこんな依頼なんですか。あんなに美味し
しかった。